サンタローサは、アルゼンチンの都市、パンパに位置し、ラパンパ州の州都である。サンタローサは、州の東部、ドントマスラグームの岸に位置し、国道5号線と35号線の交差する地点に、ある。市の人口は9万4340人、都市圏人口は10万2610人。サンタローサは1892年に、トーマス・メイソンによって建設されたものの、 20世紀後半に入るまでは地方の重要な農業中心地以上のものにはならず、開発は進まなかった。サンタロサは長くパタゴニアローソンやビエドマ、ウシュアイアと並ぶアルゼンチンで最も小さな州都の一つであった。市内には1930年に建てられたフィットネイバーフードやホセデサン、マルティンの記念碑、1908年に建てられたテアトロエスパニョルシアター。 州立美術館や州士全市博物館などの名所がある。サンタローサ空港はサンタローサから国道35号線を2キロメートル行った場所にあり、ブエノスアイレスやビエドマに定期便が就航している。サンタローサにはサッカークラブであるクラブオットーレティコ・サンタローザとクラブオットーレティコ・オール・ボーイズがある。サンタローサは欠片の気候区分では温帯カウ気候に属し、 夏は暑く冬は乾燥して寒い。ありがとうございます。